株式会社琉球バス交通は沖縄県沖縄本島を営業エリアとする日本の路線バス貸切バス事業者である沖縄県富城区市に本社を置く本校では当社の前身である琉球バス株式会社についても述べることとする以下本校において琉球バスとは同社について称し現事業者については琉球バス交通と称することとする沖縄バス 那覇バス、東洋バスと並ぶ沖縄本島の民間乗り合いバス会社4社のうちの1社で、運行範囲は沖縄本島のほぼ全域に及び、与那原町、東村を除く沖縄本島の全市町村に路線を持つ。2014年3月末現在の運行系統数、50系統、車両台数359台、従業員数626名は、 沖縄県内のバス事業者の中でいずれも最も多く、沖縄県内最大規模のバス事業者である。北部支線のすべてと、那覇中部、北部路線の多くで、沖縄バスとの共同運行を行っている。かつては、那覇市に本社を置いていたが、現在は、富城市に本社を移転している。福岡県北九州市に本拠を置く、全国ネットの大手タクシー会社である。 第一交通産業の100%子会社で2006年に自主再建を断念した琉球バス株式会社の事業を引き継ぎ営業開始した。第二次世界大戦後の沖縄本島のバス路線事業は1950年4月1日に会社を設立した沖縄バスに始まり、1950年から1951年には沖縄線で消滅していた。 バス事業者が再行されたり、新規にバス事業が開始されたりする動きがあり、十四社、那覇交通、合同バス、昭和バス、荒垣平尾バス、共和バス、東洋バス、第一交通、青バス、那覇陸運が乱立した。うち8社の合併や買収などで誕生した昭和バス株式会社と青バス株式会社が九百六十四年七月二十八日に合併し、 琉球バス交通の前身である琉球バス株式会社が発足した。琉球バスは沖縄県内最大手のバス会社として沖縄本島全域に多くの路線を持っていたがマイカーの普及に押され徐々に収益が悪化し1991年2月には110億円の負債を抱え会社整理を申し立てて事実上倒産した。 1996年1月から12、可燃計画で再建を進めたが、2000年には1976年から、受け負い年間収入の1割に当たる、約5億円の収入を得ていた米軍スクールバスの運行業務を失い、2001年以降は、米同時多発テロの影響で、貸し切りバスが減収となるなど、収益はさらに悪化していった。このため、北部支線を中心とした、 不採算路線の廃止を行ったが、夜景市に水の状態であった。2005年5月19日に、那覇地方裁判所より民事再生法の適用申請を受理され、再び倒産した。退職金の5割削減を中心とした再建案を示したが、退職者からの同意取り付け期限であった2006年5月8日になっても、約50人の退職者からの同意が得られなかったため、 自主再建を断念し、営業譲渡を決定した。譲渡先として、県内最大手タクシー会社グループである、沖東交通グループや、県内バス会社の沖縄バス、すでに、那覇バスを子会社としていた第一交通産業が名乗りを上げた。沖縄バスは買い取り交渉を断念し、第一交通産業は、沖東交通グループを上回る8億5000万円の、 譲都金を提示したため、譲都先は第一交通産業に決まった。2006年9月1日より第一交通産業参加の琉球バス交通として営業を開始した。それに伴い、琉球バスは会社生産手続きに入った。ナハバスの時とは異なり、運転手が確保できたため、いくつかの路線の減便で運行を開始することができた。しかし、開業当初は、 労働組合との団体交渉が決裂し、琉球バス労働組合が所属する日本私鉄労働組合総連合会と会社側との対立が続いていたが、現在においては労使協調路線である。前面の琉球バス車掌は第一交通グループ入りを機に第一マークに取り替えられた。ただし、上から張っているだけなので、車掌は第一マークの下に残ったままである。 琉球バス交通に移行した後に塗装し直された車両については琉球バスの車掌は外されペイントにて第一と表記されている琉球バス時代の塗装の車両では車内の運転手指名プレート部分の上部に貼られた琉球バスは残っている長年にわたり那覇市牧市に本社を置いていたが那覇市が進める牧市あざと地区第一所市街地再開発事業の 対象地域にかかったため、2008年8月に、同じ第一交通グループの那覇バス事務部門や、国は第一ハイヤーと共に、富臼区市の豊崎タウンに移転した。琉球バスは、以前に那覇バスの前身の那覇交通と統一しようとしていた。その頃の準備として、両社の観光用バスのデザインをほぼ同じにしカラーも、同じにしたが、県や関係機関からも反対され、 統一はなされなかった。1990年以降、利用者の急激な減少により、琉球バス、沖縄バス、那覇交通、東洋バスの4社統合計画が出たことがあるが、すべて白紙となっている。2002年には、バス統合準備室を設置し、比較的経営状態の良い観光部門は、各々の,の,の会社によって引き続き営業を続け、乗り合い部門のみを統合した新会社を、 設立するという統合計画を進めたが、沖縄バスの反対により中止された。また、琉球バス交通発足後、同じく第一交通産業の参加にある、那覇バスとの経営統合が報じられたことがあるが、これについても実現していない。琉球バス以前1950年代初め頃各、バス会社が使用したトラック改造バス、琉球バス発足後ミニ川通行時代の琉球バス、 琉球バス交通発足後定期、観光バス定期観光バスは、那覇バスに一本化したため廃止され、現在は運行していない。沖縄本島南部の沖縄戦石国定公園や、沖縄ワールドなどを回る A コース、本島中、北部の国営沖縄記念公園や沖縄市内などを回る B コースがあった。2006年に琉球バスから琉球バス交通となってから、 路線車は2012年まで新車が導入されず、中古車のみで賄われてきた。2012年より、東急バスなどの首都圏の事業者の中古車両のノンステップバスを導入しているほか、2013年より、県の一括交付金を活用し、ノンステップバスの新車が導入されている。ノンステップバスは主に幹線を中心に投入されている。他にも、中古車両だが、ワンステップバスも、 一定台数存在する。ノンステップバスは、すぐ見分けがつくよう、ノン STEP の表記が、前面、側面、後方にされている。琉球バス交通移管後の2007年には、旧式車両を代替するため、京浜急行バスの中古車両が大量に導入された。その際は、同じく第一交通産業の子会社である、那覇バスと同時に導入されたため、 イスズ車を多く保有している、ナハバスの影響もあり、従来多く保有していた日産ディーゼル車と日野車以外にイスズ車も導入された。また、三菱不走車も一部導入されている。現在でも、ナハバスとの同時導入が行われているが、車種に関しては、ナハバスへは、イスズ、琉球バス交通へは、日産ディーゼル、日野と振り分けられて導入されている。観光車両においては、 那覇バスと同時に新車の購入も行われている。また、初期には両車で車両を交換したことがあるため、路線車同様に、琉球バス交通には、珍しい椅子図車が数台存在する。琉球バス交通となってからの導入車両は、一般路線車、高速路線車、貸切車のいずれも白地にレインボーカラー帯で、那覇バスとの共通塗装である。 琉球バス時代に導入された車両は、数台が塗装変更されたほかは、旧塗装のまま運用されているが、車両代替が進み旧塗装車両はほぼ淘汰されている。中古車両のうち、ノンステップバス以外の車両については、中扉のステップを塞ぐ、あるいは撤去して、側面窓を取り付けた上で座席を増設する改造が施されている。 2010年より、夏季の観光バス換散期限定で、逆に夏季は繁忙期となる北海道の宗谷バスへ、車両リースが開始され、三菱不走、エアロエース5台が貸し出されている。乗務員の派遣は、那覇バスと共に2008年より行われている。1978年の道路交通方式変更時に導入された車両が、日産ディーゼルと日野車であったため、 それ以降代替に関しては新造車、中古車に関係なく、日産ディーゼル車と日の車を中心に導入されてきた。路線車両の塗装には、730車、730車の代替車、沖縄県外からの中古車、米軍スクールバスからの転用車、貸切バスからの転用車の5種類のデザインが存在した。他社の塗装デザインが比較的統一されていたのに対し、 琉球バスの塗装パターンが複数あるのは、当初の車両の目的の終了後もそのままの塗装で一般路線に使用され、また経営悪化によりそれらの塗装の共通化が進まなかったことが原因となっている。1978年の道路交通方式変更の際には、一般路線用として日産ディーゼル車、米軍スクールバス用として日野車が導入された。 日野車はかなり前に全車が廃車となり、日産ディーゼル車は琉球バス末期に車体更新を受けて胴体保存されることが決定したが、琉球バス交通になった後に廃車が決定し、2007年5月に廃車となった。琉球バス交通の停留所案内は音声合成放送を導入している。琉球バス交通の運賃箱は以下の特徴があり、 社内放送では以下の注意点が放送される。2015年の運賃箱更新のタイミングに合わせ、音声合成放送及び運賃表示機も更新され、レシップモデルの小田原機器の機材が順次導入されている。なお、各装置の系統設定は、運賃箱の乗務員用操作パネルにて一括設定が可能となり、各装置での設定は不要となった。また、 運賃箱の一括設定で、整理券発行機、レシップ性の LED 系統方向を巻く、バスロケーションの GPS も合わせて設定でき、乗務員の出発前各機器設定が大幅に省力化された。琉球バス交通となってから、レシップ性 NF-3 を全社へ導入したが、2015年4月からの IC カードを機械対応するため、同年2月より順次、 小田原機器製の RX 解 TS 型、運賃箱へ機器更新。ありがとうございます。